白山の戦いは、ボヘミアの首都プラハ近郊の山、白山でのハプスブルク軍勢力とボヘミアのプロテスタント貴族との間で勃発した戦闘である。1617年、ボヘミア王国を支配していたハプスブルク家は、熱烈なカトリック信徒で、異教と迫害を行うフェルディナント大公を、ボヘミア王に即位させた。これに反対するボヘミアのプロテスタント貴族は王を認めず、 1618年には国王の死者3人がプラハ城を襲った民衆によって窓から投げ落とされる事件が起こった。事件後、ボヘミアのプロテスタント貴族は多数のカトリックの聖職者らを追放し、プロテスタント信徒であるプファルツ先帝公、フリードリヒゴ世をボヘミア王に迎え、神聖ローマ帝国から離反する動きを見せた。ハプスブルク家はこの事件を プロテスタント神徒の反乱とみなし、カトリック連盟名主のバイエルン公マクシメリアン一世などと協力して、ティリーハク・ヨハンセル・クライスを総司令官として、よく訓練された傭兵軍を発見し鎮圧しようとした。白山の戦い記念日ボヘミア諸侯は、自由のために戦うと決めた2万人の兵を組織した。ティリーハクは自軍を2つの別の軍隊に分けた。 帝国軍団とカトリック同盟軍団である。フェルディナント軍は大した砲撃も受けずに前進した。カトリック側はプロテスタント側の先遣隊の縮小によって早く戦いを開始した。ティリー博とハ,ハイカの400人のコサックたちはバイエルン公が指揮する景気兵を移動させた。ティリーのハイカは反体制勢力が立てこもる要塞へ彼らを押し戻した。 白山の戦いは大規模戦闘というよりも小規模戦闘であった。ボヘミア側はフェルディナント2世の傭兵軍にかなわなかったのである。実際の戦闘は1時間続いたに過ぎず、それでボヘミア側は疲弊した。ボヘミア側が4000人を失ったのに対し、カトリック側は外産で800人を失っただけだった。ボヘミアのプロテスタント貴族は、 ドイツやトランシルバニアのプロテスタント貴族に対して援助を求めたが断られ、わずか半日で壊滅した。ボヘミア王フリードリヒト、ヒエリーザベトは亡命し、ティリー博が入場したプラハでは暴動が自圧され、多くの市民はカトリック復興を歓迎した。当時の公開処刑を描いたエハンラン軍を指揮した貴族、騎士、市民など47人は裁判にかけられ、 クリシュトフ・ハラントを含む、貴族3人と騎士7人、そして市民が20人、合わせて27人が、プラハの旧市街広場で、ジャンマイドラーの手によって処刑された。旧市街広場の石畳には、犠牲者に対する敬意として、玉石で作られた27本の十字架が現在でも、残されている。敗戦後、プロテスタント貴族の首謀者は処刑され、戦いに参加した者は財産を没収。 国外追放などの迫害を受け、ボヘミアのプロテスタントは宗教に寛容なポーランドなど、ヨーロッパ各国に散らばった。これにより、ハプスブルク家のボヘミアに対する支配は、ますます強まっていった。チェコではこの戦い以後、18世紀から19世紀頃に、起こった民族主義運動が没効するまでの期間を暗黒時代と呼ぶ。この苛烈な戦後処理は、他のプロテスタント諸行、 諸国の反発を招き、反乱が30年にわたる国際戦争に発展する原因となった。1621年、皇帝フェルディナント2世は3日間のうちに領域を立ち去るようべてのカルバンハシント、ヒルターハシントへ命じた。翌年、皇帝は反乱に参加していなかったルターハシントに対し、カトリックに改修するか国を去るかを選択させた。 1627年までに、プラハ大司教と皇帝代理、ヤロスラフ・ボジタは、平和理に、住民のカトリックへの改修を行った。これにより、ボヘミア人の多数がカトリックとなったが、代表的なプロテスタントのボヘミア人はそのままであった。反抗的なネーデルラント諸州を包囲しようとする、スペインは、プファルツ選定公領を占領した。弾圧は言語にも及んだ。 チェコ人の教養層に対し、ドイツ語が行政や高等教育の場で強制された。19世紀まで、チェコ語は書き言葉に過ぎなかった。1872年、アントニン・ド・ボルザークは、ビチェスラフ・ハーレクの死による、カンタータ、参加、ハクサンの後継者たちイムヌスでディコブ・ビー、リットル・エホリを作曲した。ABB、リットル、ホラ、オットーチューブ・スローブニックの国 A。 オットーチューブスローブニックのクニー・ノーベイドビー、ガスリー、ウィリアム・ P ・バトルズ・オブ・ザ・サーティー・ヤーツ・ウォー・フロム・ホワイト、マウンテン・ツー・ナトリンガン、1618から1 6 0ありがとうございます。